展望胸、パノラマフロア命の待機命の塔は、大阪府大阪市鶴見区の花博、記念公園鶴見緑地にある、展望塔である。1990年4月1日に開幕した、国際下と緑の博覧会のシンボルタワーとして、地球不思議、生命不思議をテーマに、生命の大樹、命の塔出展実行委員会により、生命の大樹、命の塔のパビリオン名で出展された。 元々は、京都大学エキスポ90フォーラム、命の党100万人会員組織委員会により、花の万博のシンボルタワーを建設する計画が立てられたのがの始まり。建設費用や運営費用は18歳までの子供を対象にして、募集された100万人会員の会費や、企業、団体や個人の募金により賄われた、会員数が達成せず、 資金難から花の万博の会期中も会員募集と募金活動が会場内で行われた。塔のデザインは全国の子供から一般公募された約1500点の図案をもとにして川崎清により設計された。円筒形の塔は生命の退治を表している。1990年9月30日に花博が閉幕した後、1992年4月に、 花博記念公園鶴見緑地の展望塔として採用ン大阪市の外郭団体により運営されてきたが、2010年3月31日をもって展望塔としての営業が休止された。塔そのものは鶴見緑地のシンボルとして今後も残るのではないかとの見方もあったが、2019年10月になって市が撤去を予定していると報道された。なお、 花の万博20周年記念、花と緑のフェスタの開催に合わせ、同協会の費用により、同年4月29日から5月5日に限り、無料開放された。京都大学エキスポ90フォーラム、命の党100万人会員組織委員会により、0歳から18歳までの子供を対象にして、会員が募集された。目標人数は100万人。 当初の募集期間は1989年12月31日までで会費は2000円だった。募集はその後も続けられたが、花の万博の開幕までに目標人数の100万人に会員数が達さなかったため募集は会期中も続いた。会員数は約30万7000人。会員の名前は名番に刻印され命の塔で。 永久に展示される予定だったが、施設運営上の理由から閉幕後は撤去されることとなった。100万人会員は、名前やメッセージ、写真のデータを花の万博閉幕後も永久保存し、いつでも命の塔で閲覧できることを約束していたが、2010年3月末をもって命の塔は閉鎖となり、水の館にある管理事務所で閲覧が可能となっている。命の塔には、 イメージキャラクター、不思議ちゃんがある。デザインは中島清による。ありがとうございます。